で、このマップにですね、コースを重ねてみますとこうなります。こうするとですね、まあお分かりの通り、入山口がもう何箇所もあるのがわかると思います。こんにちは、カパパです。そろそろですね、5月も半ばを過ぎて、やっと尾瀬の季節がやってきました。今年はですね、例年通り4月28日に尾瀬ヶ原まで下ってですね、残雪とか水芭蕉の開花の具合を確認してきました。はい、で、今回の動画のことなんですが、僕の動画でね、やっぱり一番よく見ていただいてるのは、尾瀬の動画なんですね。で、よくね、その動画のコメントでいただくのは、まあ、カウパパの動画を見て尾瀬に行きましたとかですね、尾瀬小屋さんに泊まったよとか、あとは、尾瀬沼ヒュッテでね、テント張りましたとかね、まあ、そういったコメントが非常に多いんですよ。まあ、実際ね、僕も尾瀬で、こう、皆さんが楽しんでいただけるようなですね、コースの歩き方の動画とか作ってるんですけど、その中でご要望がありましてね、一番多いのがこういう要望なんですよ。初心者さんだと思うんですけど、私初めて尾瀬に行こうと思ってるんだけど、まあコースがいっぱいあってね、よくわからないので、もうおすすめ教えてくださいとか、そういう質問です。だから、まだね、尾瀬に訪れたことがない方の質問ですよね。ということでございましてね、まあ、今回の動画は、尾瀬初心者さんの方、初めてね、訪れる方、こういった方向けにですね、尾瀬ヶ原と尾瀬沼、この2つのゾーンに絞ってですね、ご紹介したいと思います。で、メニューはですね、まあ、こんな感じです。まずね、1つは尾瀬を大きく2つに分けてみるということですね。あと2つ目、尾瀬の玄関口とコースの案内。で、3番目がですね、尾瀬に咲く花のご案内です。はい。ではまずね、まあ、尾瀬を大きく2つに分けてみるということで、このマップを見てください。これね、先ほどざっと作ったんですけど、左側が尾瀬ヶ原。そして右側が尾瀬沼ゾーン。まあ、こんな風になってます。で、このマップにですね、コースを重ねてみますとこうなります。こうするとですね、まあ、お分かりの通り、入山口がもう何箇所もあるのがわかると思います。まあ、それぞれね、尾瀬ヶ原ゾーンとね、尾瀬沼ゾーンで入り口が違うわけです。じゃあまずね、左側の尾瀬ヶ原ゾーンの方の話をしてみますと、一般的にね、尾瀬と聞くと、まあ、出てくるイメージっていうのは、まあ、ほとんどの方がですね、この水芭蕉が咲き乱れてる尾瀬ヶ原。こんな感じだと思うんですね。で、その尾瀬ヶ原に入るコースのね、代表的な拠点がですね、ここ。鳩町峠です。で、鳩町峠は、麓の戸倉からですね、シャトルバスでだいたい25分ぐらい。ここはですね、尾瀬最大の玄関口です。鳩町峠の山小屋は今建て直しをしてるんですけど、他にね、無料休憩所とかね、まあ、公衆トイレがあります。この鳩町峠からコースがですね、3つに分かれて、1つ目はですね、至仏山へ登るコース。で、2つ目は尾瀬ヶ原へ下るコース。で、3番目がですね、あやめ平へ登るコース。この3つがあります。はい。それではですね、最初に至仏山へ登るコースをご紹介したいと思います。はい。至仏山はですね、日本百名山の一つで、まあ、標高がね、2228メーター。鳩町峠からはですね、山頂までだいたいね、3時間弱ぐらいで登れます。まあ、途中いくつかね、岩場があるんですけど、まあ、全体的に見ると緩やかな登りです。ただし現在ですね、今現在は、まあ、植生保護の目的で、期間がですね、5月7日から6月21日。この期間は至仏山へは登れません。また、その期間を過ぎてもね、至仏の山頂から山の花川へは下れないので、鳩町峠から登る場合はピストンとなります。はい。で、次はですね、まあ、メインとなる尾瀬ヶ原へ下るコース。ね、ここが本当メインコースです。鳩町峠からは、まあ、約1時間。下っていくと山の花に出ます。この山の花までのコースはですね、もうほぼ木道歩きで危険箇所はないですね。まあ、ただしね、早朝とか雨の日は、この木道がですね、極端に滑りやすくなっているので、注意が必要です。山の花はですね、3軒の山小屋、あとビジターセンター、キャンプ場、あと公衆トイレ、で無料休憩所が揃ったですね、もう尾瀬ヶ原歩きの一大拠点です。で、こちらからも、至仏山へ登ることができます。この山の花からすぐにね、尾瀬ヶ原に出ることができます。ここから先はね、ほんとずっと木道です。まあね、尾瀬の魅力は何と言ってもね、この尾瀬ヶ原に代表される湿原の美しさですね。ですから木道を歩きながらね、この湿原の素晴らしさを堪能しましょう。木道を約50分進むと、
牛首分岐というところに出ます。ここにはですね、多くのベンチが設置されて、休憩地としてもおすすめです。そしてこの分岐をですね、左に折れるとよっぴ吊り橋や東電小屋方面に向かいます。で、まっすぐ進むとですね、約40分で竜宮分岐に着きます。ここは十字路になってるんですけど、ここまで来るともう尾瀬のシンボル日内ヶ岳がですね、もう正面にかなり大きく迫ってきますね。この竜宮十字路、ここもですね、ベンチが多数設置されて休憩される方が多いです。この十字路を左折するとですね、よっぴ吊り橋方面、逆に右折すると富士見平、あやめ平へ至ります。で、この十字路をまっすぐ進むともうすぐ竜宮小屋に着きます。ここではですね、竜宮小屋で泊まれますし、また公衆トイレもあります。で、小屋前にはですね、こうベンチやテーブルが設置されていまして、で、いつもですね、多くのハイカーで賑わってます。ちなみに竜宮小屋脇の湧き水、これはね、非常に美味しいです。僕もね、ここを通ると必ず水を汲んできます。はい、で、この竜宮小屋のね、公衆トイレの脇を抜けて、さらに野尻川を越えるともう福島県に入ります。もうね、ここまで来ると目の前にはね、日内ヶ岳がドーンと広がってます。で、その日内に吸い寄せられるようにね、30分も歩くと見晴らしに到着します。はい、で、見晴らしはですね、この尾瀬ヶ原の中でも大変重要な場所でして、ルートで言えばですね、尾瀬沼、富士見峠、山の花、三条の滝の4方からの道がですね、ここで合流します。さらに6軒もの山小屋が立ち並ん で尾瀬ヶ原最大のにぎわいを見せる場所がここです。山小屋さんはですね、尾瀬小屋、日の江又小屋、八代小屋、あと第二彫像小屋、日内小屋、あとはね、原の小屋の6軒があります。で、僕の動画でもうほんとたびたび登場するね、尾瀬小屋さんもここにあります。山小屋さんはですね、泊まる場合はですね、事前に予約してください。で、ちなみにね、見晴らしという名前なんですけど、僕が聞いたところによると、昭和30年代かなに、ここからの尾瀬ヶ原の展望がね、非常にこう素晴らしいということから名付けられたようですね。で、この見晴らしには、他にもね、無料休憩所やトイレ、キャンプ場があります。で、僕の場合はですね、もうせっかくこの見晴らしまで歩いてきたら、なるべく山小屋に泊まるようにしてます。というのはですね、この見晴らしを拠点として、ちょっと足を伸ばして三条の滝まで下ったり、あと日内ヶ岳を登山したりね、あとは泊まった翌朝早朝ですね、朝霧に浮かぶ尾瀬ヶ原を撮影したりとか、本当に泊まるとね、楽しみが広がります。それにね、何たって、山小屋でお風呂を入れるんですけど、その後にね、飲むビール、これがね、もう最高なんですよね。もう最高です、本当に。鳩町峠から出るルートで最後のコースになるんですが、あやめ平に登るコースがあります。はい、で、このあやめ平というのは、標高約1960m にある湿原でして、スタート地点の鳩町峠からは、大体2時間半ほどかかります。鳩町からですね、入山する多くのハイカーがですね、尾瀬ヶ原を目指す中、このあやめ平はですね、週末でも人はね、数えるほどしかいない、知る人ぞ知るスポットです。僕なんかね、よく聞かれるんですけど、尾瀬で一番好きな場所どこなんですかってこう聞かれればですね、もう迷わずね、このあやめ平ですと答えます。素晴らしいところです。ただね、尾瀬ヶ原よりも標高でいうとね、もう 500m 以上高いところにあるので、雪解けが遅いですね。ですので、花の見頃も当然遅くなります。またね、草もみじなのは尾瀬ヶ原よりも早く色づいてきます。このあやめ平を過ぎるとですね、富士見峠の分岐というところに出ます。で、ここから尾瀬ヶ原に下ることができます。はい、以上がですね、尾瀬ヶ原ゾーンです。それでは次にね、この右側、尾瀬沼ゾーンのご紹介をします。この尾瀬沼ゾーンへの玄関口っていうのは、大きいところでね、三池と大清水2カ所があります。どちらもね、広い駐車場があって、
アクセスがいいのがおすすめです。実はですね、この他にも富士見峠からのコースっていうのもあるんですよ。僕一回だけ行ったことあるんですけど、マイクロウェーブ田代とかね、なんか面白い出現とかいっぱいあるんですけど、ここはね、あんまり人が通らないんで、まあ、今回は三池と大清水、2カ所からの話です。それではですね、まずね、大清水から入るルート。大清水っていうのは群馬県側の玄関口となります。大清水なんですけど、まあ、小瀬ヶ原入山の起点となるね、まあ、徳良ってありますけど、この徳良から401号線を車でね、だいたい10分ぐらい行くと、大清水駐車場っていうところがあります。この大清水からですね、一ノ瀬の休憩所まで、シャトルバスで移動することができます。ただしですね、このシャトルバス、まあ、雪の関係で、稼働してるのがね、6月下旬あたりから、まあ、10月ぐらいの間ですね。ですので、ね、現在は一ノ瀬まで車で行けないんで、まあ、1時間歩くことになります。でその一ノ瀬まで行ったらですね、そこから三平峠を越えると尾瀬沼に出ます。出るところはですね、三平下って言いまして、尾瀬沼のほとりになります。この尾瀬沼の湖畔に尾瀬沼山荘という山小屋と無料休憩所があります。ここの売店のですね、水出しコーヒーがですね、めちゃくちゃ美味しいんです。僕行くとね、まあ、必ず飲むんですけど、これはおすすめです。本当にね、騙されたと思って飲んでください。美味しいです。でここの三辺下からはですね、まあ、東西に分かれるんですけど、まず東に行くと尾瀬沼の小屋が密集している方面に行きます。で反対側の西の方に行くとですね、この主里方面と言いまして、まあ、尾瀬沼の反対側ですね、この主里にはですね、休憩所とトイレがあります。でとにかくね、この尾瀬沼周辺っていうのは尾瀬ヶ原と比べてね、とにかく人が少ないです。ですから、まあ、ゆっくり静かに尾瀬を楽しみたいという方は、僕はこちらをお勧めすることにしてます。はい、次にね、三池から入るコースのご案内です。三池はですね、福島県日の江又村の尾瀬の玄関口で、鳩町峠の次にね、入山者が多いのがこの三池です。三池にはね、もう大きい駐車場の他に無料休憩所や公衆トイレ、また売店などが完備してます。ですのでここを拠点にして尾瀬を楽しむ方が大勢いらっしゃいます。僕もね、まあ、尾瀬に入る回数は鳩町峠よりもずっとね、三池側から入る方が多いです。この三池からはですね、まあ、コースが3つに分かれてまして、まず1つ目はですね、沼山峠休憩所というところを経由して尾瀬沼に向かうコースで、2つ目が日内ヶ岳の登山口となります。あともう1つはね、日内裏林道という、まあ、林道を通って見晴らしに行くと、この3つの分岐があります。じゃあまずはですね、沼山峠越えでですね、尾瀬沼に向かうコースなんですが、このコースはですね、最も簡単に尾瀬に入れるというコースとして人気です。ただしね、沼山峠休憩所までは抵抗外バスに乗って約20分ぐらいかかります。この沼山峠休憩所では、まあ、自販機があったり公衆トイレも併設されているので、ここでしっかり準備をしてね、尾瀬に入ることをお勧めします。沼山峠の休憩所から、まあ、出発してね、まあ、テクテク木道を歩くと、まあ、沼山峠を越えます。でそこから降りてくると大江湿原に出ます。この大江川沿いに開けたこの細長い湿原はね、沼山峠の先から始まって尾瀬沼までバーンと広がってます。まあ、尾瀬沼周辺ではね、まあ、間違いなく一番大きな湿原で、まあ、季節ともなればですね、水芭蕉のほか、多数の花々を楽しむことができます。まあ、別名ね、花の湿原なんて呼ばれてですね、もう本当に日光キスゲなんかね、咲いた時はですね、真っ黄色で湿原を埋め尽くします。はい、でもうさすがにね、ここまで来るとね、先の方に尾瀬沼が見えてくるんですよ。尾瀬沼の湖畔にはですね、まあ、いろんな施設がありまして、尾瀬最古の山小屋の彫像小屋、ここをはじめですね、尾瀬沼ヒュッテやビジターセンター、あと無料の休憩所や尾瀬沼キャンプ場、そして公衆トイレなどの施設が揃ってます。ちなみにですね、まあ今年やるともう8年連続になるんですけど、カウパパ恒例の尾瀬沼キャンプの動画もですね、ここ尾瀬沼キャンプ場で撮影してます。この尾瀬沼から日内ヶ岳に登る方もですね、多くて、
まあ、登山基地としての役割も持ってますね。はい、というわけでございまして、まあかなりね、ちょっとざっくりな内容でしたけど、まあ、尾瀬の玄関口とコースの説明をしてみました。まあどの玄関口からもですね、安全に行けますし、もちろん駐車場やトイレもありますし、まあ、バスなんかも通ってますので、皆さんが目指す場所によって使い分けてください。はい、次はですね、尾瀬の花のご紹介です。で、尾瀬に咲く花。これはね、ほんと数え切れないほどあるんですけど、これからご紹介する花はですね、尾瀬を代表する花なので、まあ皆さんも知ってると思いますけど、もし知らなかったらね、ぜひ覚えていっていただきたいなと思います。はい。で、こちらはですね、さっき作った花カレンダーなんですけど、本当にね、代表的な花のね、開花時期なんかを載せてます。まあこれはカレンダー形式になってますんで、このね、尾瀬の花の移り変わりがわかるんですが、まあざっと見るとね、5月の中旬以降はですね、こう水芭蕉などの花が咲き、夏は日光キスゲや綿スゲ。で、9月に入るともう黄金色のですね、草もみじ。こういった花のね、バトンタッチを楽しむことができます。で、ここに書いてある内容なんですが、あくまでも開花時期は目安です。実際はですね、気候とか、あとは気温でね、開花時期がこう前後しますし、またね、場所なんですけど、尾瀬ヶ原と尾瀬沼ではですね、標高が全然違うので、開花時期がね、間違いなくずれますので、あくまでも目安としてください。じゃあまずですね、水芭蕉からですね、もうなんつったってね、尾瀬といったらこの花ですね。湿原やね、水辺の近くに生息してます。まあ、僕的におすすめなのが、牛首の先ですね、下の大堀川から見る水芭蕉。ちなみにこの写真はですね、21年の5月に、まあ、僕が撮った写真なんですけど、まあ、こんな感じでね、最盛期には見ることができます。ぜひね、皆さんもここに来てね、写真撮ってってください。はい、続いてね、龍金花ですね。これもわかりやすい花ですね。で、龍金花っていうのは、もう、なんていうかな、2、3センチぐらいの、こうやって可愛いね、黄色い花なんですけど、尾瀬ヶ原だとね、そう、わかんないね、こう、木道を歩いてると、木道の足元にね、こう、咲いてるのをよく見かけますね。龍金花って変わった名前なんですけど、名前の由来はですね、茎がね、こう、直立してて、で、金色の花を咲かすというので、まあ、立ってる金の花って書いて、龍金花っていうふうに言いますね。続いてね、綿スゲです。これもね、尾瀬では有名な花ですが、6月中旬から、まあ、7月中旬ぐらいですね。で、全盛期には、まあ、新緑の湿原をね、本当に真っ白く覆います。まあ、その名前の通りね、こう、ふわふわした綿毛が特徴なんですが、早朝とかね、雨の日はね、こう湿気を帯びてね、ポニョってなっちゃってます。ただ、日当たりがよくね、乾燥すればですね、ふわーっと広がってね、まあ、あたかも雲の中を歩いてるような気分になれます。続いてね、日光キスゲ。まあ、尾瀬の夏といえばこれですよね。もう夏を象徴する花です。まあ、大体ね、綿スゲと時期が大体被るんですけど、こちらは6月の中旬、下旬ぐらいかな。から8月の半ばぐらいまで。まあ、場所によってね、もっと長い期間見ることができます。まさにね、黄色い大群落はですね、見るものを圧倒しますね。ただね、これね、一日花って言いましてね、まあ、いくつかの株の中から朝一つだけ咲いて、まあ、夕方にはしぼんじゃうんですよ。まあ、それの繰り返しなんですけど、僕なんかね、まあ、沼山峠から入ることが多いんで、例えば沼山から入ってね、大湿原。歩くと、この大湿原がね、日光キスゲに覆われて、びっくりするぐらい、もう圧巻の一言ですね。それとね、羊草。これが7月入ればもうあるね。あと8月の終わりぐらいまで。地頭にね、こう浮かん、ハスのような葉っぱが浮かんでるんですけど、まあ、地頭にね、この白い花が、ね、浮かんでるように見えます。羊の刻ですね。だから午後の2時3時ぐらいかに花を咲かせるということからですね、羊草と名付けられたということなんですけど、行けばわかるんですけどね、結構ね、朝から晩まで咲いてるのを見かけます。ですのでね、まあこの時期に行けば、まあ大体花が写真に撮れると思います。あと次にね、これ柳蘭ですね、柳蘭。この花はですね、尾瀬全域でどこでも見られるってわけじゃないんですよ。ただね、僕個人が、尾瀬でね、この花を見るのが好きなんで、まあここでご紹介するんですけど、尾瀬で植わってる場所っていうのはね、まあ、そんなに多くなくて、わかりやすいのは、尾瀬沼周辺にある大湿原。ここにですね、尾瀬の開拓者である平野家の、まあ、お墓があるんですけど、その周辺に植わってます。
柳蘭の丘なんて言われてるんですけど、あとはですね、右側の駐車場の入り口のところにね、これがバーッと埋まってますね。まあ多分移植したんかなんかわかんないんですけど、まあこの柳蘭はですね、まあ、尾瀬のこの辺以外に、穂高山とかですね、あとは霧ヶ峰、ね、立品あたりでもたくさん見ることができますね。この花はですね、本当に濃い紫色の花がですね、こう茎の下から順に上にこう向かって咲いてきます。そしてね、最後ですね、まあ花というよりですね、まあ紅葉ですね。まあだいたい9月上旬から10月の終わりぐらいまでですかね、半ばぐらいかな。で、尾瀬の紅葉っていうのは、いわゆる尾瀬特有のね、草もみじっていうね、草原がまず紅葉するとこから始まって、でその次にですね、樹林帯の紅葉にバトンタッチしてきます。でまずね、最初の草もみじですね、草紅葉って書くんですけど、これはね、赤くなる時期がですね、場所によって全然違うんですけど、まあ、例年9月の上旬頃ですかね、標高の高いとこからもちろん始まるんですけど、例えばですね、あやめ平とか至仏山とか日内ヶ岳、これが9月の上旬ぐらいに草もみじが始まって、で続いてですね、それより標高の低い尾瀬沼付近が色づき始めます。で9月の中旬になると、そうですね、尾瀬ヶ原の草もみじが始まってきて、で僕の感じだとね、まあ、尾瀬ヶ原もいろいろあるんですけど、見晴らしあたりだと9月のそうですね、3週目から4週目にピークを迎えると思うんですね。で草もみじからですね、この樹林帯に行くんですけど、樹林帯の紅葉ですね、木の紅葉、これはもう9月の下旬から、まあ、色づいてきます。尾瀬沼沿いのですね、その有名な三本から松ってあるんですけど、この三本のから松が黄金色に染まる頃はですね、その周囲の草もみじも全盛期を迎えて、ものすごい綺麗な風景になります。ちょっと写真載っけときますね。はい、ということでございましてね、長々と尾瀬の玄関口とコースの説明、そして尾瀬の花の話をこれをさせていただきました。少しでもね、参考になれば幸いだと思います。でちなみに僕的には、今年のことなんですけど、今年はね、5月18日土曜日ね、もうすぐですけど、もう例年通りね、尾瀬小屋さんに泊まって、水芭蕉の撮影やね、トレッキングを楽しんでこようと思ってます。でもしね、僕を見かけましたら、声をかけてください。まあ、毎年この時期行ってるんで、まあ、皆さんもね、おう、カッパパーなんて声かけてくれる人、ものすごく多いんですけど、まあ、そしたらね、せめてね、こうビールなんかおごっていただけたらね、本当に僕大好きなんで、いくらでも飲みますんで、ぜひおごってください、長々とね、ご視聴ありがとうございました。尾瀬で会えることを楽しみにしてます。カッパパでした。Yeah.